ノースはアメリカのサウスカロライナ州オレンジバーグ郡にある町である。2010年の国勢調査の時点での人口は754人だった。1891年、ジョン・カイ・ノースの協力でサウスバウンド鉄道がこの地域に開通した。1892年、ジョン・ノースはジョージ・ポー、サンプソン・リビングストンと共に、 鉄道車両の倉庫とニュータウンの用地として100エーカーの土地を寄付し、この町が生まれた。この年に郵便局も開設された。翌1893年に南部連合の退役軍人であり、実業家のジョン・ノースは彼の名前にちなんでその名を冠したノースの初代市長に選ばれた。サウスカロライナ州ノースは珍しい地名の町として知られている。ノースは 北緯33度36分58秒整形81度6分13秒、北緯33.61611度整形81.10361度、33.61611-81.10361に位置している。アメリカ合衆国国政調査局によると、この町は2.3平方キロメートルの面積があり、すべて陸地である。 2000年の国勢調査の時点で、ノースには813人の住民、356個の世帯223組の家族が暮らしている。1平方マイルあたりの人口密度は953.7人である。この町の412個の密度は、1平方マイルあたり483.3個となる。人種構成で言うと、52.64%が白人。 46.37%が黒人0.37%がネイティブアメリカン0.62%が2つ以上の人種の血を引くマルチレーシャルとなる人口の0.86%がヒスパニック内社ラ典型にあたる356世帯のうち25.3%は18歳未満の子供と同居しており38.5%は同居する夫婦である 19.7%は世帯主が独身女性であり、37.1%は独身で家族がいない。全世帯の34.6%は個人で構成されており、18.8%は独居の65歳以上である。平均的な世帯の人数は2.28人、平均的な家族の人数は2.94人である。ノースの訪問客を歓迎する。 看板年齢構成で言うと、23.5%が18歳未満、9.7%が18歳から24歳、23.1%が25歳から44歳、25.3%が45歳から64歳、18.3%が65歳以上である。年齢の中央値は40歳代である。男女比は、 女性100人あたりの男性の数は80.7人で、ある。18歳以上の女性100人あたりで見ると、男性は74.7人になる。世帯ごとの収入の中央値は21,136ドル。家族収入の収入の中央値は37,750ドルで、ある。 男性の収入が中央値で24,286ドルであるのに対し女性のそれは21,406ドルである。この町の一人当たり GNI は14,236ドルである。家族の25.7%、人口の30.5%が貧困線を下回っている。この町には警察署があった。2015年12月までの14年間、所長は マーク・ファローという男性だった。この月に新しく市長となったパッティ・カーソンとの確執を理由に、ファローは所長を辞任している。警察官全員が退職したため、オレンジバーグ軍はこの町まで警察業務の所管を拡大することになった。カーソンは警察署で受け送信されるメールをすべて監視しようとしていた。さらに彼女はメディアに対して、 何かをコメントを求められた場合はすべて市長が監督するというルールを作って警察署の職員がメディアに何かを語るときは市の許可制にしようとした。つまり公の場に出る場合は2週間前に届けを出す規則を設けたのである。ファローはこういった改革も辞任の理由だと語っている。アメリカ空軍のノース補助飛行場がこの町のそばにある。ありがとうございます。